インガムはアメリカ沿岸警備隊のカッター、トレジャリー級。官名は第9代アメリカ合衆国財務長官、サミュエル・インガムにちなむ。インガムの名を持つカッターとしては4代目。インガムはアメリカ沿岸警備隊史上最多の勲章を授与され、また、主君部大将を唯一二度受賞した部君めでたい船として知られている。インガムは現在フロリダ州キーウェストで、 博物館船として保存されており、アメリカ合衆国国定歴史建造物及び、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。1934年1月30日に、アメリカ合衆国財務省によって結ばれた建造契約に基づき、インガムは1935年5月1日に、フィラデルフィア海軍造船所で寄港。 1936年6月3日に、姉妹船ウィリアム・ジェール・アントロ・オジャー・ビートーニーと共に、浸水した。インガムは、同日キャサリン・インガム・ブラッシュによって、当初の船名である、サミュエル・ディ・インガムと命名され、1936年9月12日に、収益した。その後、インガムは1937年5月に、インガムに改名されている。 サウスカロライナ州の海軍造船所におけるインガム。1944年10月11日。第二次世界大戦が勃発するとインガムは他の沿岸警備隊カッターと同様に船団護衛任務に就いた。インガムは多数の船団を護衛する中で悪天候、ドイツ海軍の有望と、そして敵機と戦いながらイギリスを支える各種物資を運ぶ。 輸送船を守った。1942年12月15日、船団護衛中だったインガムはドイツの潜水艦 U-626 を撃沈した。さらに1944年以降、インガムは上陸作戦における指揮官として活動し太平洋戦域で3つの戦いに参加した。インガムは U ボートを撃沈したアメリカ艦艇で最後まで 現役であった艦だった。朝鮮戦争勃発後は、1950年から1953年にかけて朝鮮半島沿岸へ展開し、海上封鎖のための紹介活動に従事した。戦後のインガム。1953年撮影。1966年8月、インガムはアメリカ東海岸で冒険家のウィリアム・ウィリスを救助し、 アルジェンシャ沿岸警備隊艦区へ彼を送り届けた。インガムは、その後1968年8月3日から1969年2月28日にかけてベトナム戦争へ派遣されたが、その間シーローズ作戦とスイフトレーダー作戦での活動から主君部大将2校授かった。ベトナムでの活動を終えた後にインガムは、通常の沿岸警備隊における任務へ戻り、 退役する1988年まで活動した。当時インガムの50年以上にわたる現役期間は航行可能なアメリカの官邸ではマサチューセッツ州ボストンで保存されているフリーゲートコンスティチューションに次ぐ2番目に古い記録であった。パトリオッツポイントで展示されるインガム。1990年撮影。インガムは1989年に サウスカロライナ州マウントプレザントのパトリオッツポイントが所有権を獲得した。2009年8月20日までインガムの傍らには空母ヨークタウン特区艦ラフィー潜水艦クラマゴアも同様に保存されていた。2009年8月20日にインガムはサウスカロライナ州ノースチャールストンの沿岸警備隊ふ頭へ栄光され小規模な修理のために カンドック入りを待つことになった。ノースカロライナ州でチェンス造船所のカンドックで短い修理期間を過ごした後、インガムはフロリダ州キーウェストへ栄光され2009年11月24日に到着した。インガムは現在キーウェスト海事記念博物館の一部である。沿岸警備隊長官はインガムを第二次世界大戦とベトナム戦争で命を落とした。 沿岸警備隊員たちの国立記念館であると宣言している。インガムの5看板には戦死した912名の沿岸警備隊員の名前が刻まれた記念碑が設置されている。インガムは1992年4月27日にアメリカ合衆国国定歴史建造物とアメリカ合衆国国家歴史登録財にそれぞれ指定された。インガムの船橋に描かれている 2010年1月撮影。インガムは現役期間で以下の勲章を受章した。ありがとうございます。